鹿児島ならではの新しいビジネスの誕生を後押ししてきた鹿児島県ビジネスプランコンテスト。コロナ禍という逆境にあって、今年度はどんな新しいビジネスが生まれるのでしょうか。内村さん、こんにちは。この度は鹿児島県のビジネスプランコンテストの審査員をお引き受けいただいてありがとうございます。とんでもございません。今年度はですね、ビジコンの審査員の方にはぜひ資金面からビジネスをしっかり見てくださる専門家の方に加わっていただきたいなと思っておりましたので、とても心強いです。お役に立てるように頑張りたいと思います。まずですね、最初にお聞きしたいのが、内村さんのいらっしゃる鹿児島県信用保証協会、ここは一体どんなことをなさっているところなんですか？信用保証協会は、信用保証協会法っていう法律に基づきまして、中小企業、小規模事業者の、金融円滑化のために設立された、公的機関ということになっています。で、事業を営む方、もちろん、今回起業する方等々も含めまして、金融機関から事業資金を調達する際に、保証協会が、信用保証を通じて、資金調達をサポートするという業務を行っている公的機関というふうになります。事業を始めたいとか起業をしたいという方、お金が必要ですよね。その際に銀行からお金を借りたい、その場合にそちらがどういう役割を果たしてくださいそのお借り入れされようとしていらっしゃる方の保証人になる立場ですね。じゃあ公的な保証人になってくださる、そういうことになりますね。ということはビジネスを始めようという方にとってはとてもありがたい、ね、そうですね。創業する際に、ご利用、自己資金だけでは無理、金融機関から資金の調達しないといけないっていうお客様はご利用される方が多いですし、金融機関さんも、保証協会の保証を通じてっていう場合が多いと思います。そうしますと金融機関とそういった方たちとの橋渡し役と考えてよろしいんでしょうか？そうですね、はい。その協会に内村さんはもう30年近くいらっしゃるそうですね。はい、30年弱ですね。28年かな、はい。そうしますと中小企業の方とか新しく事業を展開したいとか創業したいという方と、もうたくさんこれまでお会いして、その方たちのビジネスプランというのを見てこられたと思うんですけれども。そうですね、創業の保証を行う部署にも所属してたことがありますので、今から起業される方々と、何人もお会いしたことがあります。一番こう創業にあたってこれまでの経験から何が大事っていうふうにこう実感されることってありますか？やっぱ起業される方の個人の場合はもうその本人さん、法人の場合は社長さんと会うんですけれども、やっぱり経営される方の気持ちと申しますか、ハートと申しますか、心と申しますか、普通のこと言っても厚かましく、貪欲に行かないといけないところもあるでしょうし、譲らないといけないところは譲らないといけないでしょうし、経営者ですからもうハードワークもしなきゃいけないでしょうし、でもハードワークするには心が折れては当然できませんし、経営者、起業する方の心、気持ちっていうのが一番大事なのかなと個人的には思っています。これからこのビジコンに応募してくださる方のまずは事業計画書を内村さんに見ていただくことになると思うんですけれども、内村さんは審査員としてですね、どういった点を注目して見ていきたいなというふうに思ってらっしゃいます？そうですね、ビジネスプランコンテストっていう、一応コンテストでもあるので、とは言いつつもやっぱり実現可能性っていうんですかね、その夢物語ばっかりでもあんまり意味はないでしょうし、そういう実現可能性の部分と、やっぱりコンテストという部分で見ますと、申請
ですね、まあ、そういったビジネスっていうのもあるのねって、まあ、こちら側がハッとするような、まあ、新規性、先見性っていうのにも、まあ、期待したいですし、まあ、今おっしゃられた事業計画でいうと、まあ、そこはまずその実現可能性ですね。果たしてその売り上げが果たして本当に実現可能になるのかだとか、というところを、まあ、見ることになるのではないかなと思います。今今年に入ってコロナの問題とかがあって、どちらかというとビジネスというのが後ろ向きにこう考えられがち、まあ、そういう中でこのコンテストにチャレンジしようという人たちのですね、このビジネスにどんなところを期待していらっしゃいますか。生活様式がまあ変わるっていく最中なのか、まあ、今後変わっているのか分かりませんけど、まあ、そこももしかしたらビジネスチャンスもね、こういう状況だから新たな着眼点と申しますか、いろんな目線で新たなものが生まれる可能性もあるのではないかなというふうに思っているので、まあ、その応募の中身はまだ見ていませんけれども、まあ、そういった、そういう目で見た新たなビジネスっていうのも出てきたら面白かったりするのかなとか思います。そういう新たな視点も楽しみに見ていきたいということでしょうかね。そうですね、まあ、僕らが思いつかないようなアイディアっていうかですね、うん、その辺も楽しみにしているところです。やっぱりそういう発想を、専門家の発想を超えていくようなビジネスっていうのはやっぱりこう力強いというか、そういったものに出会うことっていうのもあるんですか。もし出てきたらまあ面白いなというふうに思っています、うんうん。これから最終的に生き残っていく企業というのはどういうビジネスを見据えたものだというふうに思ってらっしゃいますか。外部環境、いわゆるトレンドと申します。今回のコロナもそうですけど、うん、まあ、時代とかその場その時、その時勢にやっぱりこう、うん、まあ、情報を広げて、まあ、いろんなことに気づいたりだとか、うん、フレッシブルにこう対応していくのが今、ね、多種多様な時代ですから、うん、そういうところが重要なのかなと思いますね。あまり確識ばっくりもダメでしょうし、うん、まあ、ぶれないところはぶれないで、うん、ところも大事なのかもしれませんけど、そうですね、環境に素早く対応できるフレキシブルさでしょうか。じゃあこれからもう本当に内村さんのご経験をですね、存分に発揮してですね、私どもに力を貸していただきたいと思っております。協会のキャッチコピーが一歩を踏み出す力になりたいというキャッチコピー、これすごくいいなと思うんですが、これから一歩を踏み出してコンテストにチャレンジしようという人たち、事業計画書を今一生懸命書こうとしている人たちに、内村さんから何か送る言葉ありますか。アイディアの質と言っていいのかどうか分からないんですけど、それはまあ10人いれば10通りあるわけで、うん、まあその応募される方々のその可能性としては無限なので、うん、でそれを、まあ、我々が何ですか、ね、助言アドバイスできてして、それがまあ本当にそのコンテストで、応募したものが事業としてビジネスとして成立すれば、まあ、最高な結果だと思いますので、まあ、あまりと格式だった固定観念だけではなく、まあ、自由な発想で考えついたことを、まあ、応募していただけたらいいかなというふうに思っています。このコンテストを通して内村さんとこうご縁ができたら、もしかしたら内村さんたちからこう応援して後押ししてもらえるようなつながりというのができてくるかもしれない。そうですね。まあ、創業することもありました。やっぱ商業会利用してね、金融機関からお金を資金調達したいんですけどっていうこともあるかもしれませんね。それは大きいし、やっぱりビジネスってお金資金調達っていうのはやっぱりこう要であり悩みであり
ですので、そこの部分を助けていただけるってありがたいですよね。うん、そうですね。まあ、やっぱ事業していく上でもお金ってやっぱりもう人間でいう血液みたいなものですから、うん、なくてはならないものなので、はい、そこを保証協会サポートできたらなというふうに。内村さんは審査は厳しいですか？厳しい審査をしそうですか？いや、そんなことないですよ。僕はもうどっちかというと中小企業者目線なので。中小企業者目線というと？要するに、例えば売上が1000万しかないのに、1億貸してくれっておかしな話じゃないですか。ですね。うん、だから、その、なんていうんですかね、適切な、もう、的を得た資金であれば、普通に、ね、審査はするんですけれども、まあ、うん、時には、まあ、そういった、ね、事業規模とか財務内容、お金もいらないのに貸してくれ。っていうケースがあるのを保証するわけにはいかないので、公的機関ですし、他のお客様との公平性を保つという意味でもですね。だからまあ、適切な保証を審査をしていると思います。事業計画書、これから出てくると思いますけど、その紙からやっぱり熱意とか、そういったの感じ取れるもんですか？それはちょっと見てみないとわかんないんですけど、まあ、はい、感じれるものもあるじゃないでしょうかね。これは、まあ、っていうのがやっぱり目にすることありますか？はい、その創業の保証した時には、まあ、その起業する方の、まあ、熱意だとか、うん、やりたいこと、もちろんそのお金持ちになりたいんだっていう人もいますし、東京から戻ってきて地元をね、こう、うん、地元に貢献したいっていう人もいらっしゃいますし、また起業する理念、考え方も人それぞれなんで、うん、まあ、それはまあ事業計画書でいただいたときに、まあ、もちろん伝わるものもありますし、あ、これはもう融資を得るためにも着手準備的なっていうのも当然ありますし、多分人それぞれですね。やっぱりプロの目で見るとその奥まで見えちゃうということですかね。で、あとまあ原則的に合いますんで、そのお客様と、うん、でお話しする中で、やっぱあって熱は感じると思うので、うん、まあ、今回のコンテストも最後はプレゼンがあるんですよね。はい、だそこで、まあ、僕以外の審査員の方も、そのプレゼン聞いて熱が伝わらないっていうのもあるかもしれない。うん、どんなビジネスが、まあ、上がってくるかわかんないんですけれども、その最終製品を作る人も当然購入する方のことを考えればいいんですが、ひょっとしたらその間の最終的にいつかはどっかに販売してそこがまた加工して最終的にエンドユーザーに伝わるっていう途中のものを作る途中のサービスをするっていう、まあ、ビジネスもあると思うんですけれども、その途中の人でも、まあ、最終的にエンドユーザー、最終的な購入する人、サービスを受ける人のことを考えた、まあ、ビジネスモデル、ビジネスプランっていうのが、最初エンドユーザー考えながら考え、そのプランを考えると、より良い、よりいいものができるのではないかなというふうに。誰に向かって何をしようとしてるのかということなんですかね。そうですね。はい、うん、そこがやっぱりはっきりしてないと弱いっていう。そうですね、まあ、男性もの洋服と女性ものが違うように、まあ、ターゲットはどこなのか、誰にどんなものを売りたい、サービスしたいのかっていうのがやっぱりビジネス大事だと思ってます。じゃあ、キラリと光る原石を見つけられたらいいですね。そうですね、でまたうちを取り入れしていただければ大変うちも助かります。本当にこれからちょっと長丁場になりますけれども、ぜひ鹿児島からいいビジネスが生まれるのをご一緒に応援していけたらなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。